今思うと香川叩いてたのって贅沢だったよな。今の連中に比べや香川は最低限以上仕事してダブルハイでも成果出してる。最低限どころかまだ歴代日本人最高峰やろ。4大リーグで3年連続リーグ優勝なんて今後一強ビッグクラブに行かんとおそらく無理。アンシエルにも毎年のように出てたし、香川はクラブではすごいのに代表では仕事しないって言ってた連中のことや、今の持ち上げられてる連中クラブでも代表でも香川以下やんって話よ。満遊の後期あたりからめちゃくちゃパフォーマンス落ちたのはなんなん。すごかったのはドルトムント2連覇の時だけみたいに言われてるけど、ドルトムント帰ってきてからのツヘル時代にも IH でリーグ戦 99A やってるからな。今仮に4大リーグで 99A やる日本人 MF が出てきたら三笘久保以上に持ち上げられとるわ。そういえば香川一瞬復活した時あったな。それからはずっと右肩下がりだが、代表では本殿の方が目立つ印象あるけど、スタッツ見ると備え変わらんし、思ってる以上に結果残してるからな。地上波放送で劇的なゴール取らないとイマイチってレッテル貼られる。香川は全盛期を維持できなかったのがほんまもったいないな。年齢的にもまだまだいけたのに。香川新人中田秀俊、久保建英、長友佑都、本田圭佑、こいつらの格付け難しいよな。フェイエノールと小野伸二、セルティック中村俊輔はそこに入らへんか。クラブの実績ならダントツ香川やろ。活躍期間って話なら長友、代表なら本田、将来的な話なら久保、中田は最初だけ中堅クラブじゃベンチだったし、インテル長友、ドルトムント香川、ローマ中田、ソシエダ久保、 CSKA 本田ちゃうかね。クラブでのプレイだけ考えたら、クラブや代表での活躍とか考えず純粋な能力の傑出と希少性だけ見るなら香川こそが歴代最高の選手だわ。あそこのポジションであんだけ展開力のある選手世界見回してもいない。そう、そういなんじゃなくて本当にいない。何のもゴール決定率プレミア1位とかあったんだよな。だからクロップも香川に予的に取ったんだろうが、